直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで、いよいよあと2週間で今年も終わりということでね、忙しくなってきましたね。なんかねバタバタしてね、本当にね。なんか今年を表す漢字もね、決まりましたというね。あれさ、すげえ歴史あるのかと思ったら、最近っていう言い方もあれですけど、95年から始まってるのね。俺もっと古いのかと思ってたわね。しかもなんか金っていう字が2回入ってたりとかしてね、って思ってね。なんか意外とこう自分の勝手な印象だったんですけど、希望にあふれる感じが毎年のように選ばれてるのかなと思ったら、そうでもないのが多かったんだなって、こうね、さっきこう一覧を眺めてて思ったんですけどもね。さあね、年末、まあよく言う言葉で終わりよければ全てよしみたいな言葉もありますしね、そういう風に持ってけるようにね、今年あと2週間しかないではなく2週間もあるぞって捉えてね、明るく来年を迎えられるようにね、年末に向けてね、楽しんでいけたらいいなと、私的には思っておりますよ。ということで、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のトラブルメーカー。さあまずは普通のお便りご紹介していきましょう。この番組でもね、風邪は気をつけてねなんていう話をしておりますが、そんな中いただきました。栃木県栃木市柴上、先日10年ぶりぐらいに38度の熱を出してしまいました。何しとんじゃ、大丈夫ですか。でも10年ぶりなんだね。俺よりもすごい長い。俺毎年出してっからね。体調には気をつけていたつもりだったのに、自分にがっかりだし、体はだるいししょんぼりしていた母に、私に母が言いました。じゃあアイスでも食べたら。いいね、アイス。熱出てる時のアイスいいよね。熱出てる時のアイスは何？バニラじゃない？絶対バニラじゃない。俺はバニラだな。さあ芝上はどうだったんでしょう。私が子供の頃熱を出した時だけ食べさせてもらえる食べ物がありました。それはレディーボーデンのバニラ味。イエーイ、わかる、とてもわかる。熱で食欲がなくてもこれだけは食べられて、冷たくて甘くて子供の頃の私は世界で一番美味しい食べ物だと思っていました。大人になって自分で食べたいアイスを自由に買えるようになりましたが、レディーボーデンのバニラ味はなんだか今でも特別です。その日は突然の発熱でレディーボーデンを買いに行けなくて、冷凍庫にあった雪見大福を食べたのですが、やっぱり何か物足りない気持ちでした。雪見大福が悪かったわけではなく、風邪の時に雪見大福ではないわけですよ。あのね、多分すっきりと噛まなくても口の中で溶けてスッと流れていきね、脂肪分も糖質も取れね、タンパク質もあり、カルシウムもあり、牛乳ですから。牛乳、牛乳でこうね、栄養を取っていくわけですよ。ね、だから風邪の時、バニラって理にかなってると思いますよ。とってもあれだよね、口に入れてほらで熱出てたらまた100個くってさ、気持ちよかったりしますから。ただ本当に高温の時にあんまり冷たいの食べると、温度差で震えきたりするから気をつけた方がいいですよ。僕熱ね、子供の頃夏に熱出してスイカ冷たく冷やしたの食え食えって言われて食ったら、もう震え止まらなくなったことありましたから、気をつけた方がいいとは思いますけどね。風邪の時の定番何、みんな何食う？おかゆ。おかえり、できればトークバックをしてくれっかな。俺今独身術したわ。俺はね、今日ねここの目の前にあるんですけど、木川由里が送ってくれた、みかんの缶詰ね。はいはいはい、ございますよね。はい、あとはね、東京の家族の、お世話になってる小島さんとかもたまにね、缶詰いろいろ送ってきてくれるんですけど、
まあ僕も子供の頃缶詰、ばあちゃんがね生きてた頃にね、熱出すとやっぱりみかんを買ってきてくれ、みかんの缶詰とかをこうくれて、またはリンゴのスリスリ、あーやったやった、ね、リンゴ吸ったやつやったわ。あれめんどくさくて たまに皮ごと吸ってくるのが親父だったんだけど、嫌だったわ、口の中に残ってジャリジャリしてさ、ね、なんで皮むかねえんだよみたいな、皮の方が栄養あるとか言いやがってさ絶対嫌だわ栄養とかわかるけど、病人病人、今熱出てるみたいなね本当にわかるけど、そこは皮むけよってすげえ思いましたね。絵面がわかります、ね、皆さんはやっぱあるんでしょう。これでも前この番組でも言った感じがあるな、言った記憶があるな、昔ね、うん、まあ最近聞いた人とかもね、あのなんかあったら教えて。まあ大体でもその辺かな、おかゆ、果物ね、アイス、あとなんか変わったの食う人とかいいのかな。これケーキ、このスポンジケーキみたいなやつを。スポンケーキ、スポンジケーキ、スポンケーキ、なんやねんそれ栄養つくわ。何スポンジケーキって何、なんかスポンジケーキ、これマーブルケーキってこうさ、なんかチョコとさ、うん、渦巻いてこう柄になってるやつ、マーブルケーキっていう風のがあったの、うん、ごめん長くなるからいいよ。それを食ってたの。そう、あの風邪で口が口内炎で痛くなっちゃった時に、それだと柔らかくて牛乳と一緒にこう流し込んでパンみたいなやつ、スポンズケーキ、スポンズケーキ、スポンズケーキ、やだよ。あ、そうなんだ、まあ、人の思い出の味だからどやかく言わないけどさ。へえ、そうなんだ。俺だって普段の時でもパンとかどら焼きって口の中の水分持ってかれっからさ、結構しんどいだけどさ、風邪の時もっとしんどくね、口内炎とかだったら。それがなんか牛乳と一緒にこうちょっと引き出して柔らかくなるとこう食べれたっていう。あ、若干あれだよね、プリンみたいな味になったりするよね、どら焼きの皮みたいなやつ、パンケーキ系のやつってね、うん、あ、なるほどね。そっか、それちょっと変わってるかもしれない。じゃあまあ聞いてみようか、みんなにもね、なんかね、私の病食新しいね、病食ってすごい ね、うん、熱出てる時とかの定番があったらぜひ教えていただこうかなと思いますけど。さあ続きまして、こちら東京都杉並区ロゼッタからいただきました。一期一会お疲れ様です。私は今高3で、受験生なので、なおくんの誕生日に開催していた新宿タワレコに行こうととっても悩みましたが、いや勉強頑張らないとと思って我慢しました。でもなおくんがイベント後に更新してくれるブログを読んで楽しませてもらっています。ファンの方のこともちゃんと考えてくださる、なおくんは本当に優しい人なんだなと あったかい気持ちになります。まだまだなおくんのファン初心者ですが、かけながら応援させていただきます、そして無事に大学受験終わったら思いっきり応援させていただきます。お待ちしてますよ、ロゼッタさん、ね、そうです、ロゼッタさんつけちゃったいきなり急に小びずみになっちゃった小びずみすみません、こびてしまいましたね。ありがとうございます。そっか、じゃあ受験頑張ってくださいね。本当にね、寒い時期で、何にしろもうとにかくうがいは、あのあれですってよ、うがいとかってあんまり効果がないって言われたりするんだよね最近ね。っていうのは、あの風邪のウイルスとか、あのインフルエンザのウイルスとかって喉の粘膜についてから15分ぐらいですぐ体内に入っちゃうんだって。だけど体内に入るまでは悪さはあまりしないらしいのね。だからその間にうがいをして出しちゃえばいい、またはうがいできなくても水分取って、例えばコーラとかお茶とかでゴクって流し込んじゃえば胃酸が溶かしてくれる、殺してくれるらしいんですよ、ね、だからこまめに水分で口を湿らす、まあ、緊張するとほら口の中がカッパカッパカッピカピになるじゃない、あれを予防するだけでもかなりあのもらいづらくはなるみたいですよ。だからね、そういうのでね、あのこまめに水分ね、こまめにうがい手洗いね、万全な体制でね受験できるようにお祈り申し上げておりますよ。ね、高3のなのにとても丁寧な言葉遣いで大人びててね、あ、いって輪ゴム切れました。輪ゴムが切れて俺も切れる、俺もね、ぐっちって言っちゃったこれね、家でもこんななんですよ、いつもチッとこうやって、なんだよって切れてんだよとかって、俺も切れちゃったよつって、なんか
ゴムで思い出したけどさ、輪ゴムをさ手首とかにこうやって巻いてさ、つけといてさ、今みたいに腹立った時にこうやってピチって痛いじゃん、そうするとあ、また怒っちゃったって反省するんだって。だから怒りにくくなるっていう本当か分かんないけど、すげえ。だから俺最近輪ゴムしてるとさ、なんか輪ゴムの跡つくのが嫌だから、最近はあの道で歩いてて俺の目の前をなんかこうわざわざ横切る、タイミングは悪く横切るやつとかで、俺いつもイライラするんだけど、その時ペチって手を叩くようにして、怒った俺またってまた怒っちったってやってるんですけど、短期はちっとも治らない気がするそれで治ったら苦労しねえしな、うん、さあ続きましてはですね、この間のね、9日10日にですね、あの春川のですね、春川なる時の中での八王祭ね、八王祭りがあったんですけども、そちらの感想もたくさんいただいておりまして、皆さん来てくださってたみたいでありがとうございますね。栃木県の葵ですね。春川八王祭り2日間4公演お疲れ様です。春川の17年がギューッと詰まった最高に幸せなひとときでした。4公演いろいろたくさんあって、泣いたり笑ったり切なくなったり、キャストの皆さんの熱演に演奏者お二人の音が共鳴するように、ね、熱が入ってくるのが分かって、胸がキューッと苦しくなるくらいあの世界に引き込まれました。作品愛はもちろん、八王の強い絆に、声の出演の方と、皆さんの息の合った掛け合い、八王のみんながここにいるって感じられたことが嬉しくて嬉しくて、ますます春川愛が強まりました。いつまでも大好きな春川が続いていけるように、またこうして会えるようにたくさん応援していきます。本当に八王が集まったら次こそは鬼を倒せるはず今回は直くんの歌も5曲も聴けて超幸せでした。オープニングで遥か君の元へが流れた時は懐かしさにうるっときたし、ダブルアンコールの遥かなる時の声、遥かなる時を超えてはずるいです、あのタイミングは泣いちゃいます。ほんと遥かは名曲揃いですね。聞きたい曲があるのでアンケートでプッシュしておきますね。伊里のメッセージと歌、そしてお前に出会えただけでを披露された2日目の昼の公演の衣装が赤でもみじのデザインが入っていて、なんだかキュンってしました。初日の祈りのわんぱくな感じも可愛くてよかったです。イベントツアーもあるから衣装大変そうって思ってましたが、こうして作品に合わせたコーディネートさすがです。ありがとうございます。チヤホヤしていただきました。今回の衣装もですね、あの国友さんとこの5億さんでね、イベントの前に買い物に行かせていただきまして、あーでもないこうでもないと悩みながら結構買ってきたぜ。なんだか知りませんけど、鬼祭りの時から 6公演ありましたからね、それも合わせて全部今回は、買い物に行って、国友さんがまたね接待してくださいまして、いろいろ悩みながら買ってきたわけですけど、まあ、こう言っていただけると非常に嬉しく思いますね。そうなんですよ、気づいてもらいました。伊里の赤いストールを首に巻いてたところにもみじが入ってたの、まあ、たまたまね、あの高木さんのデザインがもみじだったんですけど、やっぱり遥かの2といえばね冬秋なんですよ。だからね秋あ赤にねもみじのデザインってきた時、あこれは伊里だなと思ってね、狙ってましたよ続きましてこちら兵庫県モンチッチですね。泣いて笑って叫んでドキドキして幸せな気持ちでいっぱいになりましたね。ということでいろいろ言ってましたけど、キャラソンも好きな歌ばっかりで、ドラマではヌエの話は原作やアニメでも泣けたものだったので、もうここでも初めから涙、さらに寄り添う思う祈りの気持ちがすごく切なくて、さらに涙。キャラソンも好きな歌ばっかりで、遠野も土蜘蛛風獣を歌ってくださりうるっと、そしてことの葉でのさらに遠野が来たってことですね。もう涙腺崩壊でした。本当に八王祭り参加してよかったです。最後まで笑ってな泣いて笑って、すごくすごく素敵なイベントでした。忘れられない大切なイベントになりました。絶対に DVD 買います、ありがとうございます。そうなんです、今ねこの間ね鬼祭りの方の映像をチェックしたんですけど、もう鬼祭りもね、鬼祭りなんだけど祈りお礼の出番が結構な割合で多くって、DVD 出るそうなんですけど、鬼祭りの楽しい、これちょっと今までこの番組であまりそのね、その
光栄さんのね、イベントの DVD の話をしたことはあんまりそんなに多くはないと思うんですけども、八王祭りのねチェックはね、いや笑った、直澄のグデグデに笑った、なんかねちょっと面白いからね、気になった方ぜひ手に取ってほしいなって思いましたよ。うん、そんだけです。他にはですね、こちらは東京都テコナナですね、獅子ごとのライブドラマではどれも感動もので涙が自然と溢れてきました。白虎編を見ていて思いましたが、もし宮田さんが、参加していたら、試作編のラストは青空の約束を聞けたのかななんて思いました。そうですよね。他にもいろ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 書いてくれてましてね、ありがとうございます。他にも、たくさんですね、京都市のチャコですね、キャストの皆さんやお客さんたちの遥か愛が溢れた素敵なステージでした。お互いに年月を重ねただけあって、ベテランの安定感と自由さが何とも心地よかったです。懐かしいお話やシーンがいっぱいで、オープニングから感激しっぱなし、自分の思い出と重ね合わせて感慨深いものがありましたってね。そしてやっぱりなおくんのライブは圧巻。登場するなり会場の雰囲気が一気に変わって、あっという間に自分の世界に引き込むパフォーマンスはさすがでした。うちの子できるでしょな誇らしい気持ちで見てました。本当素敵でした。ありがとうございます。他にもねたくさん皆さん感想いただきましてありがとうございましたね。イベントはですね、来年年明けからもですねすぐありますね。1月6日7日リジフェス、そして1月13日土曜日 SSDS 第21回審査会ね、いろいろと出させていただきますので、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。この夏の感動がよみがえる史上最大級のセットリスト、直澄高橋アライブ2017ポイズン&ストロベリーツアーファイナル、東京新宿ブレイズ公演がライブ DVD として発売中。イベントも特典映像もすげえぞ。ポイスト明神様お頼みのモスモス、毒が出るかイチゴが出るかはあなたのお頼みの次第。高知の琴音からのお頼みの、直澄さん皆様トラボー、ポイスト明神様に お願いしていました。一年に一日でいいぼーっとする日が欲しい。この間叶いましたので報告させていただきます。まるまる一日風邪をひいて寝込んでおりました。家事もせず、家仕事もせず、仕事はちょうど高級日だったのでひたすら寝てました。うちは寝込むと放置なので、水分やら食べ物やらは自分で確保しないとダメなので。そして少し具合が良くなってきた時、猫のさくらくんが一緒に寝てくれました。腕枕で、家族は冷たいのにさくらくんだけ私に寄り添ってくれました。ご褒美のおやつあげました。ポイポイストストどっちだほい、よかったね。ポイスト DVD リリース記念オフ会、あね、12月6日に発売されました直澄高橋アライブ2017、ポイズン&ストロベリーツアーのライブ DVD 発売されたということで、たくさんの感想ありがとうございます、ね、そしてデイリー10位8位とね獲得させていただきまして本当にありがとうございます、まずはですねそのDVD 関連のですね、まず感想の前のですねちょっと前にいただいたおはがき、こちらは、富山県の、ココロンアットマークマシュマロからいただきました。遅くなりましたが、ラジオ700回突破記念おめでとうございます。ありがとうございます。今は動画サイトでラジコで簡単に聞けますが、ラジオっ子ゆえにラジカセでチューニングと合わせて聞いています。あって聞けた時喜びが好きなので、チューニングがあってってことですね、ありがとう。あとポイスト DVD 発売を知って安心しました。初めて参加したアライブだったのですが、流されたどり着いた場所がなんとカメラの真横、撮影のね、ここだけテープがなく、しかしどう考えてもカメラと自分が近すぎて少しでも腕を大きく振ったらぶつかってしまう可能性大。
なので公演中は直立不動を貫き、ライトは頬から上へあまり上げぬよう必死になって盛り上がっていました。翌日足はパンパンパツンパツンになりましたが、こうして無事に DVD が出ると知った時はよかった、ちゃんと出るんだと安心しました。ちなみにスタッフさんが後ろに行く時のすみませんが丁寧だったので、こちらの方がすみませんとなりました。長くなりましたが DVD 楽しみに待ってます、ね、ありがとうございます。それ岡ちゃんのカメラのね、岡ちゃんのカメラだったかもしれない、すみませんって言ってたのかもしれないですね。ちょうど聞いたね。でもマシュマロぜひ気にせずやっていただきたいと思います。こういうのはね、カメラさんは邪魔だなって思ったらどけますからね。皆さんそうなんですよ。カメラが来ると、あ、邪魔かななんてちょっとテンション下がると言いますか、気遣ってくる、まあ気にするなっていうのが難しいんですけども、でもそれはそれ楽しんでいただけ なければ私意味がないと思っております。なんならカメラマンさんどけますからね、ぜひ楽しむことを優先してください。今後ね、まあ、初参加だったということで気も使っていただいたんでしょう。おかげでいい DVD が発売になっておりますのでね、皆さんぜひぜひよろしくお願いしたいなと思います。さあ聞こえてきました、盛り上がってますね、ギャー言ってますね。はい、こちらはですね、その12月6日に発売になったばかりのライブ DVD ポイズン&ストロベリーツアーのですね、ライブ音源でアイスーパーマンに乗せてね、もうちょっと感想をお送りしていこうかなというふうに思いますけどもね、こちらは埼玉県のユーリアからいただきました、ありがとうございます。実は私は1年前からパソコン教室に通っているのですが、長い初心者コースの授業を終えて2ヶ月前からワードの授業に入りました。この間ワードの授業で写真加工をやったのですが、本当に一つの写真のコントラストやサイドを少し変えるだけで雰囲気はガラリと変わることを知りました。スマホの加工とは違い、パソコンはそれこそ細かなサンプルがあるのですごく迷います。課題に実際に細かい加工をしたのですがバッチリ決まらず、加工しているうちに何が何だか分からなくなり、あえなくやり直し。その課題をやってみて写真の色味調整って本当に大変なんだなって思う気持ちと、これだって思う色味を見つけられた時の喜びは確かに大きいかもって思いました。この課題を通して完成までに本当にたくさんの過程があるんだなって改めて、直澄さんと関わってるスタッフさんの頑張りに頭が下がります。DVD が発売されたら、直澄さんの話していた写真やブックレットの出したかった色味に注目してみたいと思います。そうなんですよ。さあどうだったでしょうか、ユリア、ね、これは発売前にいただいた DVD の、ね、色味の話だったので、今回でもね、色味すっげーいいですよなんて感想もね、映像とともに、そういった感想もたくさんいただいておりましてですね、皆さんから本当に細かいところまで見てくれてんだなっていうですね、そんなのも本当に感じられております。色味の話のやつを選んだのは来週に回しちゃったので先週ね、色味もそうですけども音の話もしましてね、ね、その音の話、じゃあこれ誰かちょっと一通だけご紹介しようかな。秋葉原の7ですね、ライブ感が忘れられない私は誕生日に何が欲しいと聞かれ、もうすぐポイスト DVD が発売だからそれ以上に欲しいものは今はないと言っていたのですが、じゃあその DVD でいい音を聞きなよという粋な計らいでいただいてしまいました。重低音付きのちょっとお高いスピーカー、今月の1日にいただきポイスト DVD 発売まで使用せずに待っていました。以前まで PC 内蔵スピーカーからシャカシャカ聞こえていた音が新しいスピーカーをつなげてみてびっくり。なお兄の歌声がより鮮明にクリアに聞こえる。演奏も申し訳なくなってしまうほど以前とは音圧が全然違う。マサさんのキーボードもショウさんのギターも特に感じるのが、ハッスーとジンボちゃんのリズム隊のお二人、ベースとドラムの低音までしっかり聞こえるので、なお兄の歌と声と合わさって厚みがすごいすごい。 DVD が、ボイスと DVD を見ながらよりアライブを感じられます。アニメロミックスさんのライブ音源もダウンロードしたので移動用にもイヤホンを買おうと思います。本当に違いに感動しますよ、おすすめです、そうなんです。本当にね、ぜひぜひそうやって聞いていただきたいなというふうに思います。さあということでアイスーパーマンをお届けしようと思ってたんですが、ずっと皆さんのメールを読んでしまいました。ということでいい音はいいスピーカーでぜひご自宅で聞いてみていただきたいと思います。ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。高橋尚澄の天体観測。
最後は高橋直澄の気になっていることや独り言を聞いていただく天体観測のコーナーでございます。さあということでね、来週あたりですか、嫌な日が来ますねクリスマスっていうね、全く私には私には全く関係ない、ハロウィンと並んで興味のない日がやってきます。興味のない日がやってくる、まあ、どうでもいい、はいね、ですけども、こんなニュースの記事を見ましたよ。なんかレオパレスさんでアンケートを取ったんですって。一人暮らし、ね、レオパレスさんといえばワンルームだったりとかね、そういうのがちょっとね強い、ね、そういう会社でございますけど、一人暮らしにとクリスマスに関する意識実態調査の結果っていうのもですねすごい出てたんですよ。したらですね、まあ600人ぐらいのアンケートで一人で過ごすクリぼっちの予定のある人は 65%、 一人暮らしの人、やっぱり一人暮らしだとそうなるのかな、ね、去年のアンケートは 52.2% っていうことでしたので 12.8 ポイントも上回る結果、これ毎年増えるんじゃねえの、もっとね。一方クリスマスに人と過ごすと答えた人は 20% が彼氏彼女、友人が 7.3%、 家族が 4.8%、 意中の相手が 1.3%。 そっか、クリスマスの日に誘うことに成功しましたよ的なことなんでしょうね。でもその一人で、一人とかこの一人で過ごすよっていう人のほとんど7割の人が別に一人でも関係ないしいつもと変わらないしみたいに言ってる方が7割もいるっていうですね、まあ俺みたいにこういうふうに言ってる人も多くなってきたってことなんでしょうねまあでもこうやって言うとただの強がりにもこうやって読んでるとね聞こえてきたりとかして、できればなんか友達と飲むぐらいはしたいなと思ってるわけでございますけども、今年はですよ24日に会えるじゃないですか私と、イエーイ、23日がアニメが名古屋、そして、アニメイト名古屋ね、そちらさん名古屋さんねやらせていただくんで、そして24日はツアーファイナルブックス中田河北店、そしてアニメイト金沢ね、こちらでやりますから、クリぼっちの皆さん、クリぼっちじゃなくてもね、ぜひ一緒に寂しいクリスマスを慰め合おうではありませんかポイポイストストどっちだ、はい、ということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがでしたでしょうか。番組では複数のトラ名、あなたのお頼みのをポイスト明神様に聞いていただくポイスト明神様お頼みのモスモスのコーナー、他たくさんの、お便り、メールお待ちしております。お便りの宛先です。東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、岐阜ちゃんは郵便番号 500-8588 岐阜ちゃん、高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。ということで僕とはここまで、30分のお相手は高橋直澄でした。クリスマスは一緒に過ごそうね、ということでまた来週元気にお会いしましょう。せーの、まったねー。なれるかな、君だけの太陽に、朝も来ない、夜はないよ、だから泣いたっていいんだよ、僕が受け止めるから。またね。初めて